はいどうもヨリュウです。今回は特産品で異文化交流と特産品で交易活性化、これに必要になってくるアイテム、これの入手方法、入手場所を紹介していきたいと思います。これをやることによって報酬で潜水艇の追加をもらえます。これがあると蜂蜜だったり電光柱、あとはいろいろなものが手に入るので、まあぜひ早めにやっておくといいと思います。さあまず最初はキツネビホオズキの場所行ってみましょう。大社跡で手に入ります。それでは行きましょう。腕が鳴るわ。さあまずキツネビホオズキ最初の1個目いきたいと思います。ちょっと L1 で長押しでね、マップを拡大していきます。これ探索ミッションとかやると場所がどこにあるか表示されたりするようになりますと。で、場所はですね、ここです。これです。特産品赤く揺らめく実、これで火玉ホオズキもしくは狐美ホオズキがもらえます。ただこれ本当にランダムなので出ない場合もあるので根気強く回りましょう。で、もう一つ目行ってみます。まあ、このまま直進ですね。場所的には9番の上です。さあやってきました。9番、この崖の上であります。この崖の上ですね。行ってみましょう。まあ、登るにはこのように頑張って崖登ってください。ありました、これです。火玉ホオズキが出ます。キツネビホオズキはランダムなので出ない場合もあるのでちょっと注意してください。もらえた時は3個もらえたんで、まあ、割と運ではあるものの、まあ、出やすいっちゃ出やすいですかね、他の場所に比べると。さて次行ってみましょう。さて次ですね、これは寒冷群島で手に入る剪定貝というものです。これを手に入れに行きましょう。ここはですね、5番と7番の間にある洞窟の中にあります。ちょっとめんどくさいですね、まあ、洞窟というか、まあ、場所かな。それでは行ってみましょう。まず一つ目の剪定貝、ここ剪定貝自体は割と多い印象があってですね、ゲットすることができる可能性は一番高いかな。で、この牡蠣の群生地にあります。イカダガキか、剪定貝が手に入ります。ここはこのように飛んでいきましょう。飛んでいくと、さっきの特産品がこのようにあります。はい、剪定ガキ取りましたね。このように剪定ガキ取れるので、ここもしくはさっきの場所、あともう一つあったかな、この下ですね、10番の、ちょっと位置が曖昧というか難しい。ここら辺にあるんですよ。ありましたね。ここです。どれ？いざ参る。群生地以下のように3つあるので、よかったら、入手してみてください。それでは次行ってみましょう。さて次はこのサハラにあるロックローズ、これを取りに行きたいと思います。これはね、11番と4番、そして12番、まあ、洞窟っぽいところにあります。それでは早速行きましょう。この上ですね、この上にあります。登りましょう。この上を登ったちょっと先ですね。ありました。これです。砂漠のバラ。場所的にはこんな感じ。ここにロックローズが出ます。もしくはサンドローズですね。で、もう一つ行きましょう。ここから近いの12番なので12番に行きます。犬を置き去りにするこのプレイ、あんまり好きじゃないんだよね。
さあ、2個目の場所に着きました。ここは下に降りないようにしてください。ここに、ロックローズがあります。さあ、3つ目行きましょう。3つ目はこの上ですね。ここにあります。さて。ということで、ロックローズの場所でした。さて、続いては、この水没林のキングカブトの場所を紹介します。ここのキングカブトはちょっとランダム。っていうか、めんどくさいですね。3種類の中から1つもらえるって感じです。なので、正直確率は一番低かった。たかなと個人的には思います。まあ、これは個人差によるものなので、まあ一概には言えないんですけど、でまず一つ目なんですけど、この9番の上です。ちょっとめんどくさいんですけど、まずお供ガルガルガル、まあこのワンちゃんで登っていきます。でここにサブキャンプのやつも作れます。でこのサブキャンプの上ですね、ここです。これです。特産品輝く兜。これでキング兜がゲットできます。で、もう一つが、あの3番目のピラミッドみたいなところの後ろ側ですね。本当に脇道みたいな感じです。この裏路地みたいなところにあります。この木の裏ですね。ここに、あ、違いますね。こっちですね。こっちに輝く兜があります。で、ロイヤル兜が手に入る。もしくは、キング兜が手に入ったり。まあ、ランダムですね。で、2箇所しかないので、結構しんどいですね。しかも遠い。距離がある。まあ、やる方はちょっと注意してみてください。それでは最後行ってみましょう。さて続いては溶岩洞で合ってるかな?ここの場所のビスマス鉱石っていうものを取りに行きたいと思います。ちょっとね、場所が複雑なので、まあ一番簡単なのが6の上ですね。一番上にあります。まず登りましょう。登っていきます。ビスマス鉱石はあれですね。見えますか?あの、キラキラ輝いているもの。が、まあ、3番と2番の間の中、橋が崩れ落ちた下にあります。これでビスマス石が手に入ります。まあ、ここも、前のエリアと一緒のように、ランダムですね。で、下に降りるとめんどくさいので、落ちないようにしてください。はい、もう二つ目ですね。ビスマス鉱石、手に入りました。まあ、こんな感じで手に入ります。あと一箇所が、10番かな。さあ着きました。ここに鉱石があります。あとこの穴落ちないように気をつけてください。ということで以上が潜水艇の増やし方というか必要になってくる素材の入手方法でした。よかったら参考にしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。グッバイ。